こんにちは、塾の久保です結婚観について動画を何回か上げた後様々な方からね、えー、ご意見もいただきましたで今回は渡辺水香さんからね限定で動画をいただきまして、えー、まあそれはね折を見てまた皆様に公開していく時があると思いますけどもえっ、ー、とねそれに対してやっぱりねまあその通りだなと思うわけですよ大筋では私の考えっていうのは本当に非常に特殊でですね みみんんんなななが絶対にでできないことだとだ思うんですよ、まあ、それはね本当分かった上で私は大勢の人の結婚生活をやってるわけじゃなくて私の結婚生活をやってるんで私の考え方をねこれからも話していくことになるだろうなと思いますがただ世の中の大勢の方のまあ不条理とか苦悩とかっていうのをね分からないわけでもないし無視してるわけでもないんですよ。うん、逆にだからこそ自分はちょっと違う考え方を持ってるんですって。 ってことを伝えていってもいいのかなって考えてるんですよね。うんでも、まあ、水川さんの言われていることが大筋では本当におっしゃる通りで、おそらくですね、結婚すると男性は金銭的にはもちろん不自由しますけども、暮らしはちょっと楽になるんじゃないかなと思うんですよ。で、やっぱ全時代的な価値観ですけども、一定の世間体をね手にしたりとか、自分の両親への体裁も整うんじゃないかなと思うんですよ。 はっきり言って女性からしたらそんなことに結婚使わないでってふざけんなって話になると思いますけどもでも実際にそういうふうに考えてらっしゃる男性は多いんじゃないかなっていうふうに勝手ながらね私は思うわけですよね私も少なからずそれはあります40過ぎて結婚できたよって,ってからねやっぱ家族に誇るところもありましたんでねそれはやっぱり女性の気持ちも考えて別に親にね いいとこ見したくて結婚するわけじゃなくて本当に心底愛してるからだっていうこととあとはそれを証明するための日々を送っていくに、まあ、尽きるわけなんですけどもまあでもどっちかっていうと女性に比べて男性は結婚によって手にするものが多いんじゃないかなっていうふうには感じますねそして養ってあげてる感っていうのを男性は持っちゃうんです多分、うん、だから女性に対しても優越感も感じるしより高圧的で、えー、威厳的にもなっちゃうんじゃないかなと思いますだからそれはやっぱりね なくした方がいいいかなと思いますね。で一方ね女性ってのは時間的に制限を受けることとが多いと思うんですよまあ家事に当たり前のように縛られるところもあると思いますし女性も家事をやっちゃうでしょうでその流れで10年でも20年でも30年でも当たり前のようにやらざるを得ないし途中で家事のことについて不満を言っても今更何言ってんのみたいな感じで取り合ってもらえないっていう不都合も感じるんじゃないかなと。でそうなっていくと。 時間的に制限を受けることが多い女性は金銭的にも自立する道が塞がれたり狭くなっちゃったりすることにもなりえますしいいことよりも嫌なことが増えたなって感じるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱね結婚して自分の自由になるお金が女性も減るし時間も減るし最近新しい服買ったのいつだろうみたいなね女性にとってとっても大事な服を買うとかね美についていろいろと。 お金を使うってことが制限されちゃったりしてでちょっとねおしゃれでもしようもんなら、まあ、何色気づいてんだよみたいに言われたり思われたりするところにまたねもうういいいいかか私は女をももももやめてみたいなに感じる方もいる方しれませんもちろんねそういうふうに考える女性のことをどうこう言うわけじゃなくて意にそぐわないような形で女性から妻へ妻から母へってならざるをえないところがあるとしたらちょっとねあのそれは。 今の時代に合わななないいんじゃないかなともちろんあのいつまでもねあの母を演じずに妻を演じずにってことにはならないと思いますけどもでもやっぱり極端に捨てる必要はないしそれは男性の方が今日は女友達と会ってきないよみたいなことを言ってみたりとかねそれからあの、まあ、美容院に行くことを勧めたりとか誕生日には素敵なあな新しいねシーズンの服をプレゼントしたりとかなんかあの。 君の存在にはとっても感謝してるんだよってことを示すチャンスはいくらでもあると思うんですよね。で、自分の少ないお小遣いをそれに使うことって、できなくもないんじゃないかなと思ったりね。まあちょっとこれはね、私以外の人生を送ったことがないんで、とんじんかな想像かもしれませんけどね、うん。まあ何にしても私の考え、そして私の行動っていうのは少数意見ってことはもう徐々分かってるんですよ。だからこそ何度も何度も振り返りながら確かめながら、 この暮らしを進めていこうかと思いますし、誰と比較することもなくね、自分が思った通りにやっていこうかなっていう感じですかね。まあ、結婚観ってのは本当に100社100でもありますし、多くの方はもしかしたら似通ってくるのかもしれませんし、その中でね、申し訳ないけども、多くの方が結婚に対して持っている不満を、私は持ってないっていうところは確かにそうなんですよ。もうその結婚生活は喜ぶしかないんですよ、私の場合は。 本当に嬉しいし感動するしもっと長く続けたいしもっと素敵な関係になれないかなと思うんですね。まあ、根底にはやっぱり、あのーまあ、金銭的時間的な問題がある程度クリアできてるってところがあるからなのかもしれませんしそれと引き換えに私は40までそういう話には全くならなかったんで結婚するべきね相手もいなかったですね、うん、だこれがだから20代とかで 順調にお付き合いして結婚とかしてたら多分今の考えにはならずにほとんどの方が抱えてる苦悩とかねああ自分は結婚してなんか本当によかったんかなっていうふうに、あのー、ため息をつく日々もあったかもしれませんしねそうなると奥さんのことも素直に愛せなかったりちょっとふてくされた言葉使ってみたりとかね「俺が養ってやってんだお前、まあ、何やってんだ」みたいな。 私の性格上そういうふうにね、えー、言葉が出ちゃうかもしれませんよね本当にだから何が起こるかわからない人生だというふうに言えるのかなとはいすいませんいろいろいましたけども、えー、と特にこの問題はねいろいろ考えることが多いんで、えー、まあいくら話しても話し足りないぐらいでございます、えーまあ、続きはまた別の機会にさせてください本日は以上です